逸脱した箇所をよくなんかすごく壮絶な人生送ってこられたんじゃないかっていうそうなんすか。ゴスロリの格好でライブとかに出てた出た。こんにちは、森川愛と鈴木健太郎さん。鈴木健太郎さんが相変わらずですね、遊園中なんですよ。なんとなく聞こえるかな、こう、はい源太郎さんです。相変わらずね、ごめんなさい、入院中なのね。なので私がですね、ちょっと一人であのコメントさせていただきたいと思うんですけども、本日はリクエストもいただきましたアドさんのギラギラ、こちらをね、拝見させていただきましてコメントしたいと思います。それでは早速いきましょう。いきましょう、はい。あ、これいいね。あのイントロからいきなりなんですけど、でん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 ってあるじゃないですか。トラッタってこう入るんですけど、これがなんかあのあれだね、前回のあのうっせーわとかと似たようなニュアンスというか、暗い感じの人の心の裏側暴き出すぜ的なイントロがもうすでに始まったって感じだよね。嫌いじゃないですこういうの。はい、もう抱いてるんでしょうまで聞いたところであれなんですけど、あのもうほら自分の見た目を呪うようなそんなこうちょっとね、辛い暗い思いみたいなところからのスタートですよ。このもう曲の世界観がね出てますね。いいですね。闇スタートですね。そう、闇な感じですね。ごめんね、あの急に早速止めてなんですけど、これベースがいいですね。これもやっぱ生のベース入ってると思うんですけど、あのちゃんとこう 生のこう出せるニュアンスとかっていうのを大事にしたね、あのフレーズが入ってますよね。こう、うん、うんっていう音もそうだし、ベースってやっぱあの主張しすぎると邪魔になっちゃうんですよ。で綺麗にやっぱこうメロと主張するとことしないとことっていうのをベースがね出たり引いたりしてるんだね、ちゃんと。それが素敵だな、さすがだなと思います。さあ聞いてみよう。あー、ここ面白いね。ヘッドホンで聞くとすごくわかるんだけど、使い道のない口づけのとこと、あの哀れみをのところが、あのちょっとこうあのサウンドのニュアンスを変えてます。これヘッドホンで聞くとわかる、うん、面白さ。あー、これ何度も撮ったやつをこういいとこ抜いてますね。そう、音で聞いて分かる感じなんですけど、はい、続けて歌うとねこんな風にはならないんですよ。あのレコーディングの時に一発撮りとかさ、一発で OK って出すタイプのすごいあの上手い人とかいるんだけど、これ続けていかずに、じゃあもう一回このフレーズ歌ってっていうのの一番いいとこをこうちゃんと引っ張ってきて引っ張ってきてってやって作ってますよね。多分あの歌詞とつなぐ部分も多分早いからかもしれないんだけどね、歌詞の展開とメロの展開とか、ちょっと聞いてみようかな。ああ、そうです、そうです。あのちょっと戻ると、今君てろならな
ラララララーンってこう来るんだけど、このニュアンスがもう気持ちでうわーって言って、あーって投げたところにラララララって戻ってるからね、スッてタイミングを変えてというか、ここまでわって歌って次のフレーズのまた始まりから別だタイミングで撮ってるというかね、それをこううまくこう綺麗につないで、なんか感情の道引きみたいなものっていうのも多分まあ表現もしてるんじゃないかなと思うんですけど、作りがねここ時間かかるんですよこれ、こうやって作ってるとレコーディングって本当時間かかるのね、編集するというかこう今のテイク使ってこれやってこれやってっていうね作業の方が大変なのね、だからものすごい時間かけてレコーディングしてると思うよこれ、すごいこの手間のかかり方がすごいですね、さすがですね。あーここ前1ミリグラムの花火っていうところがちょっとこう一瞬抜いた感じでいくというか、プッてボーカルのテクニックなんですけど、このニュアンスがやっぱもうね、アドさんの歌はさ誰も多分ねニュアンスとか色気が真似できないのであこれはねもうなんて逸脱した歌唱力だと思いますけど、本当すごい逸脱した歌唱力とともにですね、細かい歌の歌い方のニュアンス、これはもうものすごく一番いいテイク引っ張ってきたなっていう感じの花火っていうとこがありますね。あすごく綺麗。ああここいいですね。ギラギラギラってなってるところでギターでブラスがやってた旋律をこうさりげなく弾いてるんですけど、そこからまたイントロ転調してブラスがまたリフを弾くっていうね、リフがすごくね印象的な感じで頭に残るように作ってるので、それをこうさりげなくギターでも弾いてるぜみたいな、うん、同じリフを繰り返し繰り返し、これは頭にこう吸い込まれるわけですね、このリフがね、最後のギラの直後ぐらい、ね、うん、あそう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 、うん、あ蛍光色のあざ抱いてっていうのの抱いてのフレーズが山さんにも通じるこの色気吐き捨てるようなこの感じがね、こういう闇系のアーティストというか暗いタッチのこの投げ捨てるような感じがいいんですよね。いろんな見てる皆さんもさそうだし、我々もみんなそうだと思うんですけど、人にはこう光と影があるわけじゃないですか、影の部分をこう思いっきりこう吐き出すようにこう歌っているっていう、そこに多分ねすごくね心掴まれるのね、アドさんの歌ね。アドさん18歳でこれですから ねもうねなんかすごく壮絶な人生送ってこれなんじゃないかっていういすごくねそんな感じがしますけどね、こんなかんこのぐらいな闇度合いで歌えるってことはさ、違いないですね、うん、だからなんか学びますよね、無理して明るくしなくていいんじゃないっていう感じはする。あそうする。私ももう無理して終わらないんですよね。じゃあ行くよ。適当に。投げ捨てた。似合わないことやめる。ごめんごめん。私笑顔が可愛いって言われるからたまに。無理してでも笑顔でいないとって思っちゃうんだけどね。まあ、でもそうじゃなくていいよってこう言ってくれる、うん。もっとギラギラしてこうぜって言ってくれてる感じがねすごくいいよね。おおすごい。このメラメラのあたりもものすごいニュアンスできますよ。メラメラってこれなかなかね出さないんだよね。本当に怒ってないところなんかうわーって言えないみたいな感じの、これをレコーディングの時にこのニュアンス出すのすごい大変だよね。もうできるんだすごい。役者ですよね。そう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 。
曲の中に入り込んで歌うって、それはね大事。あ、これいいですね。強くおなり、あなたなりのメイキャップでっていうのが、あの武器でね、ね、あのメイクが武器になる人もいればね、そのまま武器を持っている人もいるし、しまったな、今日全然武器持ってね、丸腰で来ちゃった全然お化粧しなかったまあいいや行きましょう。あ、これいいね。ギラギラのところニュアンスをちょっと変えてこられてるんですけど、一辺倒じゃなくって、うん、でもここのギラギラをそのまんまなんかあの強い感じでこうギラギラーって歌っちゃうと多分ね、ここが生きないんですよ。ギラギラって言ってるんだけどちょっとキラキラしてんだよね。2番の方のギラギラーの方がね、ニュアンス的にはもっとキラキラしてる。1番の時よりもね、楽曲全体でこう表現しているところのなんかこうギラギラがなんかどんなギラギラなのかっていうのはちょっと想像できるんじゃないですかね。私にはなんか神様が左手で書いたようなこんな、なんか集大な私でもみたいな、なんかそういう感じのこうさ1番でさこう投げやりな感じになってくるんだけど、そこにやっぱこの歌の中にストーリーがあって、2番でこんなだけどどういうふうに生きていくのかっていうのの指針をこう示してるじゃないですか。それがこう武器を持ってこうするべきだ、でその武器を持ってもっとこんな風に戦っていこうぜっていう感じのギラギラだと、ただ自分が落ち込んでいてなんかそれを跳ねのけるように以上にもっと上のなんかこう行きたい方向に自分が進んだ時のこうなんかギラギラしてる感じというか、もっとだからちょっとキラキラしてるんだろうなっていう、旗から見たらってことですよね。そうそのニュアンスでね、ギラギラっていうのがちょっとキラキラして聞こえますねこれね。あーいいですね、ギラついてこーっていうね、気持ちいいですねすっきりする、すっきりする、聞いててなんかこれカラオケに行こうカラオケで歌おうこれサビ以外めちゃめちゃ難しくないですか。でも難しいと思うやっぱあれじゃないですかね、あのうまく歌うコツとしては、実際に自分の鏡とかを、ね、見ながら、神様が左手で描いたような顔だなってこう思いながらなんとなく自分の嫌なところとか、ここも嫌なんだよな、あそこも嫌なんだよなってか思いながらね、その自分の心の内をこうカラオケに行ってうわーって歌っちゃえば、あのいいニュアンスが出るんじゃないかなっていう感じ。めちゃめちゃスッキリしそうですね。そうですね。あでね、私ねこの PV がすごく素敵だなと思うんですけど、映像がさ、スチームパンクっていうのがあるんですよ。スチームパンクっていうのがいわゆる昔の蒸気で何でもやってた時代があって、うん、はい、そのまんま現代においてもそうだったらっていう前提の世界観だから、あの機械とか道具とかが全部蒸気を元にして作っててみたいな、あの
ね、だから見た目のイメージで言うとあれよね、あのなんか煙突町のプペルの絵とかも あれちょっとスチームパンクというか、はい、そんな感じなんですよ。確かあとあの宮崎駿の映画もそう、あのラピュタとかのあの感じも全部あのそういう感じなんですよね、うん、で、そのスチームパンクの世界観っていうのがやっぱこの PV にもあのちょっと入ってるというか、ちょっと機械的な、なんか機械人形みたいな感じのとかで、そのスチームパンクの、ね、世界って結構あのゴシックロリータとか、うんうんうん、ああいうこうちょっとパンクみたいなのとかのニュアンスもこうちょっとこう入ってきての相まってそういう世界観なんだけど、そうこうどっちかというとこのね、アズさんのこのギラギラのこのアニメーションのね PV がゴシックロリータ的な感じもありつつ、こうちょっとやっぱスチームパンク的な感じだなと思いながら、これ、ね、大好きこういうの昔ゴスロリの格好してたんだよそうなんすか。ゴスロリの格好でライブとかに出てた、出たよ。いろんなバージョンがあるんだけど、はい、そうすごいパンクな感じのさ、あそうっすね、感じもあれば、はい、だってあのなんだっけ、こんななんだっけ、ゴーグルとかしてたもん。うーん、多分テレ東の番組出てた時とかってゴーグルしてる映像もあるけど、ね、中途半端なシンパンクなんだけど、やっぱねこういうの好きなんですよね。今でこそ自分じゃなかなかできないんですが。でもギラギラしてくんだったらそれぐらいやった方がいい。じゃあ来週ゴスロリで現れたらちょっと引いてください皆さん。わかりました。このヘッドドレスしちゃって。それはないにしても、でもちょっとギラギラするのは大事だね。そうですね。うん、本当。いや元気づけられますね。ギラギラしてこうぜっていうそんな気持ちに皆さんもなったんじゃないでしょうか。本日の動画アドさんのギラギラを拝見させていただきました。みんなカラオケに行って。歌おうね。じゃあまた。ではまた来週。店長戻ってきて。チャンネル登録よろしくお願いします。